it yourself ですよね、はい、自分たちでやるということなんですよ。政党ってこういう仕組みになってたんだと、こうみんなと一緒にこうもう本当にフルオープンってどういう政治をやってほしいのかっていうことを国民の側が考えて、理想の政党をみんなと考える。CGS をご覧の皆様、こんにちは。神谷宗平です。本日も目から鱗の古事記の世界をお送りしていきたいと思います。小正凪さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。します前回から、神山と言われひこということで、はい、まあ、神武天皇ですね、のお話に入ってますけども、前回は統制というものをですね、どういうふうに捉えるのかというふうなお話でしたけども、はい、今日はいよいよ、関西の方にやってきた神武天皇、はい、どういった形で、まあ、現地で、活動していくのかという、はい、そんなお話になりますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、あの初代天皇 の物語ですから、とても大切な日本建国の成り立ちを意味する物語ということになってくるので、はい、ここは古事記の中でも特に重要なところかなというふうに思うんですが、はい、福岡で2年、広島で7年、岡山で8年、まあ、当時でいう8年ですから、まあ、今で言ったら半分の年数ということになりますけれども、はい、じっくりと農業の指導をやって、で大増産、みんなが本当にお腹いっぱい食事をすることができる、はい、しかも毎日の天然の災害が起こっても十分に食いつなぐことができるというだけの食料の生産ができるように指導していった、はい、これはもう地元の人たちからそれぞれの地域でものすごく感謝される、うん、で、よし、じゃあ次は機内に入ろう、きっと向こうでも感謝してもらえるに違いないということで、はい、ありき行こうぜと、うん、いうことで船に乗ってですね、はい、岡山を出発して機内大阪湾に入ってくるわけです、うん、すると喜ばれるはずだったのが、はい、突然矢を射かけられるわけですよね、うん、で慌ててまあ、普通ですね、攻撃を受けたら反対にこう攻撃を仕返すものなんですけども、はい、そうではなくて亀山と槍彦の一行は、うん、慌てて船に戻って船から戸板を出して、うん、戸板で矢を避ける、ひたすら避ける、で反撃しないんです、はい、ひたすら避けるんです。おい、俺たちはそうじゃないぞ、襲いに来たんじゃないぞ、食い物を作るための指導に来たんだよって言うんだけど、はい、うん、もう向こうは構わずに矢をビン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 かけてくる、うん、で、まあ、仕方がないから撤退するわけですね、うん、撤退したところ、なんと、まあ、この絵実によく描かれてるんですけども、はい、あのお兄さんの右手にこうね、うん、血が流れてるシーンが描かれてますが、はい、あのお兄さんがですね、矢傷を受けて、はい、でこの傷が元でですね、うん、お兄さん亡くなっちゃうわけですよ、はい、そうですね、これは神山と言われ子にしてみればね、うん、兄貴と2人で今まで本当に何年もかけて指導して回ってきた、うん、その大事な兄貴を失っちゃった、うん、これほど辛いことはないですよ、はい、一番好きな、一番大好きな、うん、一番尊敬する兄貴が殺された、ちくしょーと思いますよね、はい、悔しいと思いますよ、うん、で、そうしたところをするとですね、あの天の神様が細かい、高倉寺が登場したりとか、はい、まあ、いろいろ細かな話があるんですけども、全部、まあ、バッとこう省略してね、あの天の神様から刀を授かるわけです、はい、うん、これがまあ次のフリップにやりますね。立派な刀なんです、うん、これはなんとですね、はい、武三一の神が大国主に対して国譲りを迫った時の刀なんです、うん、はい、これあの霊力のある刀なんだ、うん、刀、はい、これ一本持ってるだけでもう敵も味方もみんなふにゃふにゃふにゃとなって倒れちゃう、うんうん、まあ今で言うならばですね、言ってみれば核弾頭付き刀みたいな、うん、はい、だからこれ一本あれば長洲彦、あの敵の一団、長洲彦の一団ですけれども、これをやっつけるのはもうわけなくできる、うん、よし、これで俺は勝つことができる、はい、やっつけるぞと思ってると神様から言われるんです、うん、まだ言っちゃいけない、うん、ヤタガラスを使わすから、うん、ついていきなさいと、はい、いうことでヤタガラスが使わされてきたというのが次のフリップになります、うん、で、このヤタガラスの後をついていくわけですよ、うん、なんでだろうと、いや これあったら勝てるのに、はい、と思ってついていくとですね、うん、この絵実によく描けてるんですけどね、岩の間に人がしゃがんでるでしょ、はい、うん、これ生帯とというんですけれども、うん、字も書いてるんですね、はい、生帯と斧を生えた人、うん、
尾の生えた人が岩陰からですね、はい、ゾロゾロと出てきたというわけです、うんうん、で場所は今でいう和歌山県のあたりです、うん、ということは和歌山県人会というのは昔は尻尾が生えていた、はい、お猿さんだったということを、うん、古事記は言ってるのかといったらそんなことないです、うん、そんなことは全然なくて、はい、実はですね次のフリップになりますけれども、これわあガリガリですね、はい、うん、要するに食料を奪われて収奪されて奪われてですね、はい、食べるものがない状態が何日も続くと人間ガリガリになるんです、うん、ガリガリに痩せ細ってこのぐらいまで細くなってしまう、要するに飢餓状態までいってしまうと、はい、そうするとお尻の肉、うん、お尻のほっぺたの肉が全部そぎ落ちて、はい、で人間というのは昔お猿さんだった時代の名残で尾底骨の真ん中に尾骨といってちょっとした出っ張りがあるんですね、うん、大昔の尻尾の跡、うん、名残、この出っ張りが本当に尻尾があるように出っ張って見えてしまう、はい、お尻の肉がなくなっちゃうから、うん、ということが起こってきます、はい、生帯人ってのはこのことを言ってるわけです、うん、要するに悪い奴らがいて他人の食料を奪うような連中がいて、それによってもう食料を取っても取っても魚いくら取っても、うん、狩りをしても全部食料を奪われてしまう、はい、で結果としてもうガリガリに痩せ細ってる、うん、そういう人たちが岩陰からゾロゾロと出てきた、はい、うん、助けてください、お願いします、助けてください、よし分かったと、はい、俺についてこいと、うん、いうことでついていく。そうすると、まあ、はい、途中にですね盗賊の一団がいましてね、うん、でこいつらやっつけて、うん、で食料たっぷり持っていたんで、これを取ってですね、この飢えた人たちみんな腹いっぱい食わせるわけです。みんな栄養状態回復してもりもり元気よくなってくるわけです、はい、うん、で、そのみんなと一緒に戦うというところへ、はい、するわけですね、うん、要するにここで古事記が言ってるのは、強力な武器を持っていれば一人でも戦える、うんうん、でもそれで戦ったらあなたのやってることはただの暴力になっちゃうよ、うん、っていうことを言ってるわけです、はい、そうではなくて、どんなに強力な武器を手にするだけではなくて、受益者となるみんな、戦うことによって利益を得るみんなと共に戦いなさい、はい、うん、みんなと一緒になって戦うことによって そこで初めて戦いが正義になるんですよ、はい、いうことを古事記はここで教えてくれているということであろうと思います、はい、学校で例えばいじめに遭うで悔しいからといっていじめっ子をですね、うん、ポコンとぶん殴ったら、うん、殴った方が悪いとされます、うん、でもいじめっ子によって困ってるのはクラスのみんなが困ってるんです、はい、みんなと一緒になって君たちは間違ってると言ってみんなで立ち上がったら、それはまさに正義になる。戦う時っていうのはそうやって戦うもんなんですよ、単独で戦っちゃいけませんよって、これ非常に厳しい戒めを神山と言われる御事の章で古事記は行っているということになろうかと思います、はい、なんかね今のちょっと政治にもつながるところがあるなと思ってね、はいはいはい、一人のカリスマでバッと行くんじゃなくて、はいはいはい、こうみんなをねしっかりとこう意識を変えて仲間にしていって、はい、みんなでやったんだよねという形に持っていかないと世の中動かないという、動かない、なんかそういうのになんか通じるような話、これは今いいことをおっしゃった、うん、よくですねカリスマのようなね、はい、もう強力、現代版の織田信長なんかが登場して、うん、はい、もうその人のもう強権発動で日本を一気にガーッとこう変えて、はい、しまってもらいたいみたいなことを言う人いますけど、うん、はい、そういうんじゃダメなんです、うん、それだと暴君になってしまう、依存ですもんね、その人に対する、はい、うん、依存じゃなくてそう思ってるみんなで立ち上がる、うんうん、みんなの共通の意思としてみんなで新しい国を作っていく、はい、っていうね、うん、そこに至った時に初めて神々の微笑みがあると、はい、うん、いうことを古事記は言ってるんだと思います、はい、大事なことですよね、大事なことです、はい、非常に大事なことです、はい、はい、それはやはりね日本の初代の伝統がそういうふうな形でやられたんだということを、はい、このストーリーから読み解いていこうということで、そう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 、はい、非常に教訓になるエピソードになるなと思いました、はい、建国の精神ですからこれ、はい、はい、ありがとうございます。次回もまた、はい、この続きということで、はい、自分でのお話お願いしたいと思います。今日どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。